Yo, MC にガーリー、AKカイナズマ、This is Sunday Freestyle Shit. Yo, というわけで今回も、やってまいりました Sunday Freestyle UMB 地獄のベストバウト36本目でございます。さあ今回私が紹介するのは UMB 2019リベンジですね。野伏さんと兵庫のユーブレス君の試合ですね。野伏さん歌を歌いますから、ラッパーっていうかシンガー、ユーブレス君はもうゴリッとしたラップでかっこいいんですよ。結構決めてゴリゴリな感じで行くんですけど、2バス目の頭のね、野伏さんの返しが、歌って何が悪いのか分かりやしねえっていうの、これをしっかりこう歌い上げてくるんで、ただユーブレス君のラップめちゃくちゃかっこいいし、だからその対比でベストバウトになってるなっていうの、これ結構ベストバウトです。皆さんおすすめでございます。なんでバイブスを感じてくださいということで、いえ10代であった当時、それから精進し続けた道、互いに生じしてるのはグッドなバイブス、間違いなく静岡のヒップホップゾンビ。イエイエイ。酒も飲めるようになった。ヒゲも生えてた。めちゃくちゃいい感じになってきてるぜ。だからあのパンチライン言わしてもらうぜ。よいよ、こいつは間違いなくいぶし金だろ。今日はもちろん誰が来てるかって、泉ピン太郎。イエイ。というわけで、今回は、泉ピン太郎さん。来てくれてます。指導がチャンピオン。イェイイェイ。では行ってみましょう。VTR レディーパイ。はい。今週のサンデーフリースタイル。前回の YAS さんからのお友達紹介で、またも、だから3週連続静岡チャンピオンですね。来てもらってます。2015静岡チャンピオン、泉ピン太郎さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今、文字さん、YAS さんと来て、今日ピン太郎さんなんですけど、はい、こう、まあ、はいはいはい、みんなやっぱ静岡は酒をすげえ飲む人が多いなっていうイメージが。ああ、まあまあどうすか、みんな好きっすよね。うん、なんか、多分みんなそんな強くはないと思うんだけど、うんうん、まあなんか多分、こうやってみんなでワイワイするのが好きとか、うんうん、まあ、なんか、まあ、酔うのが好きみたいな、そんな人ばっかだから、まあ、多分、別に強い人はあんまいないんじゃないかなって。強くはないけど、飲んでしまうと。そうもない。そう、多分みんなそうだと思う。なるほどです。僕、初めてお会いした時って、僕は高校生とかですよね、はい、おそらく。なんだかんだ結構前から。面識あるもんね、うん、バーベキューとかしたりしたしね。バーベキューしました。結構その頃のピン太郎さんのラップって、そのなんていうか、がっちりこうライムしてくっていう感じのイメージだったんですけど。そう、まあイン踏むのが好きだからやっぱ、うん、それこそあの B-Boy Park の泉ピン太郎、いぶし銀太郎は結構もう YouTube で一生見せた思い出があるんですけど、もう無理だこの人みたいな。いやだ、いぶし銀さ、ゼロだったけどね。逆にこう今の方がこういぶし銀な感じになってきてますよね。いや、まあまあ自分じゃわかんないけど、うん、そうだといいね。なんかこの、ビデオ上がってる曲とか、いい感じに削ぎ落とされて、フローの感じとか、まあ、声の出し方とか、そのビートに馴染まし方とかが、で、元々のライムがあるから、ライムはやっぱこだわりはずっと昔から。踏み方とか、やっぱ文字の数とかは、うん、やっぱ昔とかなり変わってきたけど、うんうんうん、やっぱもう、まあ、2文字でも3文字でも踏んで、まあグルーブとか、うんうん、その聞き心地を作るのがやっぱりヒップホップとかのラップの面白さだと思ってるから、そんななんかまあ、全く踏まない人もいるし、別にそれは否定もしない。まあ、それはその人のやり方だから、否定はしないけど、まあ、せっかくこのラップっていう手法を使ってるなら、韻は踏みたいなっていうのは常にあるね。やっぱそうなったきっかけっていうか、ライムっていう面で影響されたアーティストとかいますか？初めてやっぱり、韻を踏むってことに関しては、多分中2ぐらいにアイスバーン聞いたから。そうそうそう。アイスバーン。まあなんか、全然そんな韻踏むとかもあんまわかんなかったけど、うん、
やっぱまあ言葉遊び面白いなと思って、すげえ。まあそっからだね、入りは。なるほどです。結構ライムのきっかけはアイスバンで、今のラップだったりとか、そのビートのチョイスだったり、どの辺が好きなのかなっていう。これがやっぱ影響を受けた。結構まあツイッターとかでも結構、好きな曲とか、やっぱ上げちゃうんだけど、俺が影響を食らったのは、ちょっとごめんね。はい。オッケーオッケー。俺が影響を食らったやっぱ、一番は藤沢のドリップだね。ドリップがすげえ好きで、マジで。まあ、俺の中ではやっぱ、あの人っちが、ダントツかな。あと、親不孝かな。九州。九州のプライドモンスターファミリア。かっこいい。そうとか、まああと、千尋、俺面識ないけど、千尋さんの座敷屋とか。とかすげえ俺、作品めちゃくちゃ聴いて、めちゃ好きだね。なるほどです。そう、あんま切りないから、ここは。確かに。まあでも、そういうところを聞いて、こう、どん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 のめり込んでいき、っていうピンタレさんのその、ラップもちろんビデオ上がってるのも YouTube にあるし、ライブ映像もチェックできるんですけど、その、まとまった作品というか、その、一枚通して聞いてみたいなっていう人は、どこを調べたらいいですか？そう、一応今、去年の10月にリリースして、まあなんかショップとかは静岡の地元の服屋さんとか。はいはいはい。あとラーメン屋さんとか。ラーメン屋さん。そうそうそう。まあショップ、静岡市内のショップがやっぱ多いんだけど、あとはまあ俺に、なんか、そう DM とか、なんかくれれば、まあ俺が送るかなって感じですかね。これ、ジュックス。ジャケいいっすね。そう、これ、まあ、この EP のタイトルが How are you? まあ、調子どうみたいな感じで、うん、まあ、1枚目だから、そう、挨拶代わりじゃないけど、そう、で、このジャケットが浜松って、静岡の浜松のライターのモルさんって人がいて、その人に書いてもらって、まあ、なんか、この054とか、うん、静岡の市街局番とか、そうだね。そう、そういう感じで。まあ結構、ジャケもこだわったっていうか、まあ配信とかってまた違うかもしれないけど、せっかく版で出すんだったら、うんうん、そう、ジャケットにもこだわって、って感じかな。やっぱ、飾りたくなるジャケっていいっすよね、なんていうか。形になるものっていうのはやっぱそういう意味も、俺、大事だなと思って。そこは、ちょっと俺、意識したかな。なるほどです。そしたら、インスタとか、ツイッターとかがいいですかね？そう、ツイッターかインスタだったら、結構レスポンス早いかな。まあ、時と場合によるけど、基本は早いかなって感じです。なるほどです。ありがとうございます。これ、UMB のチャンネルなんで、一応 UMB の思い出とかも聞いていいですか？ああ、どうぞ、ぜひ、お願いします。本戦でも予選でもいいんですけど、自分が出てた大会で印象に残ってる MC だったりとか出来事だったりとか、あと本戦の楽屋裏でこいつの動きやばかったなみたいなのとかあったりしますか？なんだろう。まあ、バトルは、まあ俺結構、まあ、それこそ2013ぐらいからバトルで始めて、本当当時は県外とかもすげー予選遊び行ったし、はいはいはい、まあでも自分が優勝した時かな、2015年静岡予選は結構その場所がクラブ8って言って、はい、もうなんか静岡の老舗のめちゃくちゃな歴史のある小箱でやったんだけど、はい、でまあ俺もそこずもうそこから歩いて10分とかだもんで家が超地元じゃないですか。そう、バカ。まあ、結構、ラップ始めたところも結構そこが割と原点だから。そう、まあだから、まあ行っちゃうとホームみたいな感じで、で、決勝が
あの、日系兄弟のアルシさん。はい。そう、めっちゃいい試合。そう、めちゃくちゃ、あの人めっちゃラップかっこいいから。うん。そう。まあ、まあ、ここだけの話、多分ラップの、まあ、俺もまだ若かったし、その、どっちがヒップホップかとか、どっちがラップの、フリースタイルの完成高いかつだ、多分、その時はアルシさんってかもしんないけど、よく言っちゃえば、地元の、後押しみたいな。別に桜とかじゃなくて、まあ今まで俺が頑張ってきて、やっぱみんな応援してくれたから、まあそこがうまいように乗ったから、まあやっぱあの決勝はやっぱ覚えてるっていうか、そう、最後の優勝の勝ち名乗りのとこまですげえやっぱ覚えてるね。その前の年が準優勝だったんでしたっけ？そうだね。その前が、そう、ヤスさんに負けて。そうそうそう。まだね、18歳とかの時だね。18歳、そっか、2014。そうですね。優勝したのが19だったから。なるほどです。前回のあの YAS さんからお友達紹介していただいたときに、ピンタロウさんへのこの質問っていうのを一個いただいてきてまして、MC ネーム、YAS さんからの、質問で、はい、ピンタロウさん、ピンタロウさんは、はい、なんで強いお酒をチビチビ飲むんですか？質問いただいてるんですけれども。まあ、いや、まあ、これ結構、なんかいい、割とみんなに言われるんだけど、そう、なんかあんま多分、県外の人とかは分かんないと思うけど、俺テキーラ、あ、すげえショットグラス、みんな食いってなんか一口で行くんだけど、はい。俺その食いができなくて、はい。喉のキャパシティがすげえ狭いから、うんうんうん。だから、もうチビチビ飲むんだけど、そう、逆にそれが周りからできないみたいに言われて、うん、けど、まあ、そう、でもやっぱ中にはそれ知らない奴とかは一気飲みしろよ、みたいに言ってくる奴いるけど。まあ、そういう時は味わってるんでって言って、そういえば、味わいながら飲んでるんでって言えば、結構、その場を流せるから。なるほど。そう、あと、最近、その一気飲みできない人用に俺が編み出した技はあるんだけど。技があるんですか？さ、俺やっぱ一気飲みできない人の味方だから。はい。そう、そういう技があるんだけども。やっぱ乾杯するときちょっと、茶ワイとかをやっぱ持っといて、チェイサーに。はいはいはい。そう、で、乾杯ってした、みんな一気するタイミングでやっぱ見てないから、その瞬間にテキーラを茶ワイの中に入れちゃって。さあ、で、ちょっとグラス開けて、まあ、あたかも飲んだかのように、バーカに戻して、で、茶割りをそのまま平然と飲んでれば、まあまあ、ちょっとテキーラ、焼酎、茶割りテキーラ割りみたいになるけど。そっちの方が危ないっすよ。多分、わかんないっすけど。まあなんか、その場しのぎには結構調子伝えるから、もう、まあ結構、茶割りも量が多いと結構ごまかせるんだけど。はいはいはい。半分飲み、飲んだぐらいの茶割りに入れるとほぼテキーラみたいな。だからちょっとそこは量はちょっとね、確認した方がいいね。自分の中で。そうそう。そう。まあでもちょっと全国の、こう一気できない、皆さんは、ぜひ、今のストリートテクニックを。ストデックを。参考にして。やっぱ、クラブにいると、その自分で頼まなくても流れ玉みたいな来るときは絶対あるから、まあそこはそのテクニック、味わってるんで、が、持ってる先に、ちょっと入れれば、乗り越えられるんで、ぜひ。ぜひ、この YS さんからのこう、どうして強いお酒をチビチビ飲むんですかっていう、この質問に対する答えは、は、
味わってるんで。味わってるからですね。ピン太郎さん味わってますんで、安心してください。お願いします。美味しくいただいてます。ありがとうございます。ただすいません。YS さんからこう、ピン太郎さんを紹介していただいたように。はい。ピン太郎さんにもこう、次のお友達を紹介していただきたくて、俺これ、すげえ来た時ちょっと悩んで。はい。もう後になればなるほど選択肢が少ないから。確かに。いや、どうしようかなと、俺そんな人脈多いわけでもないし、そう、どうしようかなと思って、ま、で、思いついたのが、UAB の2013の、はい。ま、これもまた連続になって静岡代表のアザイストくんってラッパーがいて。おー、めっちゃやばい。そうそう、俺の一個上のラッパーなんだけど、うん。そう、最近、配信と、フィジカルでアルバムリリースちょうどしてて。はい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 。そう、そのタイミングすげえいいかなと思って。めっちゃやばい。そうそうそう。俺からは彼に回そうかなって感じです。おー、やっべえ。いや、俺、高校生の時はそれこそゴメスさんと多分セッションしてるやつ。あー。はいはいはい。一個上とか二個上か。二個上、みたいな。そう、ラップめっちゃうまいから。うまいし。当時 UMB だって出たのも結構その同世代ぐらいの中でいっちゃん早いんじゃないですか、本戦。確かにあの人も多分18、19とか、そんぐらい出てる、ね。出てると思う。なるほど。結構熱いチョイスで、ちょっと上がってしまったんですけど、ぜひ、ピン太郎さんから、こう、アザイストさんへの質問を一個、こう切り札としていただきたいんですけれども。どうすればそんなに女の子と仲良くなれますか？これ多分、気になる人多いですね、その質問の答え。あの人めちゃくちゃ女の子の友達多くて。まあまあ、もちろん男の友達もすげえ多いんだけど、もうなんかほぼ同い年、静岡市の同い年はほぼ繋がってるぐらいの。すーごい。人脈すごい。すげえやっぱ、コミュニケーション能力は半端ないから。やっぱそこかな。まあというか、まあ普通男でもいいんだけど、まあなんか人と仲良くなれる方法みたいな。まあ、そうっすね。まあ、どうせなら女の子と仲良くなる方法を。いや、そっちで。聞いてみたいと思います。いいね、暮らしの役に立つ知識だと思うんで、皆さん。まあ、これも他の人に役立つように。役立つように。なるほどです。ありがとうございます。いえいえいえ。すみません。いっちゃん最後に、はい。この動画を見てる人たちに向かって、ありがたいお言葉をいただいてまして。ありがたいお言葉。あ、本当究極全然ありがたくなくてもいいんですけど、なんかこうメッセージだったりとか、こうシャウトしとくことがあれば。メッセージ。なんだろう。まあ俺自身別に立派な人間じゃないから、別に俺からもなんかそんな人生を教えることとか一個もないけど、やっぱこういう世界が狭いカルチャーの中だから、うん、まあみんな喧嘩せず、まあなんかツイッターとか見てるとみんな誰か怒ってるからさ。まあ俺も怒るときあるけど、うん。そう、だからまあそんな怒らず同じ狭い世界にいるんだから。まあ別に嫌いな人には関わんなきゃいいし。うんうんうん、まあ好きな人と好きなことだけしとけばいいかなって感じで。なんかバッドマインドとか捨てて、でもしなんか嫌なこととかあったら、まあ地元にとどまって、なんか嫌なことになんか、囚われるぐらいだったらもう何もない県外とか行っちゃったりして。うんうんうん、で、なんかもう、誰も自分のこと知らない状況とかで、一からやればいいんじゃないかなって、思います。うん、俺は、そんな感じで。ありがとうございます。そう。ありがたいお言葉だったと思います。最後にこう、なんか告知とか、シャウトしとくことがあれば、お願いします。
まあ告知、そうっすね、俺、まあ、さっきもジャケを出したんだけど、CD を1枚出してて、うん、これ、How are you? って。Yeah. なんかビートメーカー用にアカペラも入ってたりとか。おー。とか、あと、ビートはコエンマさんとか。あと、同い年の大阪のセイヤファイヤーって、ビートメーカーとか、あとドンパチって、エイトクラウドブローズっていう、ナインキャッスルっていう、大阪でやってる同い年のドンパチとか、そうだな、あとは、まあ、静岡の先輩のひとっちのビートとか、さっとスクラッチも入ってたりとか、結構、まあまあ自分好みだけど、うんうん、まあ、詰めた一枚なんで、もし、制限で、まあなんか、そこはちょっとバイブスで結構、上下するんで。もしなんか気になる人いたら DM とか、まあ、直接会えれば直接声かけてくれたりとかしてくれれば全然対応するんで。っていうのと、あと、この今俺が着てる T シャツ見えるかな？これだ。そう、ワーズキャンプってなってるんだけど。そう。なんか7月の4日に、はい、日曜日、昼の13時からスタートで、静岡市の羽鳥っていう場所があるんだけど、はい、そこの野外広場で、ちょっと俺と俺の仲間で野外イベントみたいなのちょっとやろうかなと思ってて。そう。それで、まあ、DJ もいるし、ラッパーのライブもあるし、あとセレクターとか、レゲエの、とかビートライブとかあるし、で、川もすぐそこにあるから、入り放題のバーベキューも自由に持ち込みとかできるから、そう、そこも、いいじゃないですか。時間合えば、イルワーズキャンプ、7月4日、お願いします。7月4日、ちょうど来週ですね、これ、6月27日に。あ、そうね。来週。来週。日曜日。お願いします。お願いします。ラスト1個。はい。いいですか？もちろん。そうで、まあラスト1個は、俺、すげえラーメン好きで。はい。そう、さっきも CD とかラーメン屋さんに置いてもらってるって話をしたんだけど。はい。まあなんか、いずれはちょっと自分のラーメン屋をやりたいなみたいな。おー。まあ、なんかすげえ不透明な目標みたいなあって。そう。で、俺今、まあ修行って言ったら結構かっこいい言い方になるんだけど、そう、働かしてもらってるラーメン屋さんがあって。はいはいはい。静岡市の、はい。駿河区の敷地っていう場所にあるんだけど、はい。そこは塩ラーメン専門店で、はい。麺どころ塩の屋っていう場所なんだけど、そうそうそう。結構、俺の仲間のスケーターとかラッパーとか、県外から遊び来てくれた時とか、みんな来てくれたりして、そう。だから塩ラーメン専門店だから結構酒飲んで、まあイベント終わりちょっとやらかしたなって次の人がすげえ食べたくなるような感じで。そうで、俺もそこで働かしてもらってるんで、もし、敷地、まあ、塩の屋で調べれば出てくるんだけど、もし来た際は、声かけてください。DM とか連絡くれれば、まあ、いるときはいるし、いないときは、なんなら俺も一緒に行っちゃおうかな、みたいな。そんな感じのノリなんで。なるほどです。ぜひお願いします。お願いします。というわけで、今週のサンデーフリースタイル、全国のチャンピオンに、リモートインタビュー。今回は、前回、静岡チャンピオン YAS さんに引き続き、今週も静岡チャンピオン2015チャンピオンですね。泉ピン太郎さんに来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。チュース。
それでは来週も行ってみよう。ごきげんよう。